はい、皆さんこんにちは。ソロギタリストの城直樹です。本日は365日のソロギター、グリーンの星影のエールをお届けいたします。はい、グリーンのですね、星影のエールというこの曲ですけれども、 NHK のですね、朝ドラで使われている曲です。先日ですね、第1回目の放送があって、そこから、音を取ってですね、ソロギターにアレンジしてみました。ぜひ聴いてみてください。それではグリーンで星影のエール。はい、星影のエール聴いていただいておりますけれども、いかがでしょうか。今回ですね、ソロギターにアレンジするにあたって、まずはですね、コードを耳コピして、それからメロディーを耳コピしました。でそして、そこから、ソロギターにアレンジしていくんですけれども、その過程をですね、動画で撮っておりますので、次とか次の次とかのですね、動画で紹介したいと思います。それからですね、コードについて知りたいよという方もいらっしゃると思いますので、コードの解説の動画なんかも、準備でき次第あげたいなと思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。ソロギターのね、アレンジ譜面については、全部のね、曲の全容が分かったら全てをアレンジして、で、販売できるようにしますので、こちらも、もうしばらくお待ちください。準備でき次第ですね、概要欄の方にリンクに貼っておきますので、ぜひね、ご利用いただければなと思います。ということで、今日はグリーンの星影のエールをですね、現時点で分かっている構成とメロディーでソロギターにアレンジしてみました。フルバージョンはですね、準備ができ次第、概要欄の方にリンクも貼っておきますので、その時までお待ちください。はい、ソロギタリストの城直樹でした。それではまた。